はい、皆さんこんにちは、ザスパ草津背番号9番岡田翔です。背番号1番清水圭樹です。今ね、今回、こういうような状況で、試合のねに関して結構制限がいっぱいかかってるんですけど、ちょっとチケットの買い方とかで、まあ、今結構変わってるんですよ、J リーグ全体で。はい、今まではオンラインとかじゃないですか。ああ、知ってる、知ってますよ、はい、ちょっとは知ってるんですね。ちょっとだけですね。今までやっぱね、コンビニとかで、ね、やっぱチケットを購入して発券してっていうのがあったんですけど、今だいぶ変わって J リーグチケットっていうので、チケットを買えるようになりました。そうですね。はい、ちょっと登録がねちょっと難しいんですけど、まあ一回買っちゃえば簡単なんで、まあ僕も一回買ったことあるんで、今日はね、その登録までを、まあ、皆さんと一緒にやっていけたらと思います。僕もやったことないんで、はい、一緒にじゃあ申し訳ございません、一緒に勉強していきましょう、はい、ね、みんなで、はい、じゃあ皆さんちょっと見てる方は、iPhone でも、まあ、スマートフォンでも、パソコンでもいいんで用意してもらって、清水さんなんで僕も iPhone でやっていきます。じゃあ今からスターティン。いや、それでは、実際に画面を見ながら、トップクの方もやっていきたいと思います。はい、まずはじゃあ、検索のページを開いてもらって、ここに J リーグチケットを打ってください。はい、チケット、はい、で、一番上に出てきた J リーグチケットをアップして、入ってください。そうすると、右上に4本線の、メニューボタンが出てくるんですけど、これは、よく使うので、ね、覚えておいてください。そうすると、そこを押してもらうと、ご利用登録、無料で登録できるので、そのご利用登録ボタンをタップしてください。はい、そうしますと、自分のメールアドレスを書くところがあるので、そこにメールアドレスを、記入してください。必ず登録をしてください。無料なんで、また何回でもチケット買うときに、登録してるから楽にチケットを手に入れることができるので、必ず登録のお願いします。お願いします。はい、メールアドレスを登録したら、はい、ケーキ1おいやってくれで、俺に、メールを送信します。はい、はい、皆さんできましたか、メールの送信まで。では皆さん、登録の方ができたでしょうか。そしたらメールが来てると思うんですけど、はい、メール来てますか。来てます。この URL にアクセスするわけですね。そうです、その URL にアクセスしていただきます。はい、そうすると、自分の情報を書くところがあると思うんで、それを一つずつ丁寧に書いていってください。どうぞ。パスワード、パスワード、ケーキ、おい、できるな、これ1 、パスワード入れて、パスワード入れて、生年月日もちゃんとね入れていく。今年37歳、36歳、35ですから。今年まだ若いです。で、名前入れて、これは例えで入れてますからね。はい、はい、郵便番号、テンポいいですね、清水さんね。ありがとうございます、うん、皆さんゆっくりで大丈夫ですよ。なるほど、もう下の方まで行きましたね、もう。はい、で、電話番号、電話番号、電話番号、どうしました。ここは、うん、カジカミ、カジカミ、急にカジカミ、どうしたの、うん、入れていく、入れていきました。はい、そしたら最後に
で一番下で次へってとこはあるんですけど、あその前に J リーグ ID 同意して、あこれまだいけないな、なんか間違ってるどっか間違って、あパスワードね間違ってる、パスワードのとこちょっと、あれっす、大文字と小文字入れなきゃいけない、ね、数字記号の中に、なるほどね、ケーキの K は K を大文字にして次へいけると、はいそうです、次へ行って OK でね、これ必ずお気に入りのチームを選択してもらって、そうするとそのチームメルマガなどが届くと思うんで、必ず登録してください。ザスパクサツ群馬、はい、やりました、選んだ、じゃあ登録完了、はい、これで、一番右上の、さっき説明したメニューのところの4本線の横に、自分の名前が、入ってると思うんです、それを確認してください、しっかり、はい、入ってます、入ってますね、はい、はい、じゃあこれで登録は完了しました。簡単だった、簡単でした、すぐできた、すぐできた、うん、ではここからね、実際にチケットの購入の方に移っていきたいと思います。本題ですね、本題ですね、これ、はい、ではまずは4本線からメニューから入ってもらって、カテゴリー選んでザスパを選んでもらいます。その中で、まあ、愛媛線、ね、次の愛媛線を選んで、席どこで見たい、ホーム自由で、ホーム自由、はい、ホーム自由を選んで枚数も決めてもらって、で実際にこれ購入していくんですけど、今回はね、じゃあ実際にいろいろ購入方法があるんですけど、何に買いますか。僕は、はい、クレジットで買います。はい、クレジットで買います、はい、じゃあ実際にクレジットを登録していきます。はい、君さんと一緒に、はい、長いね、番号入れます、はいはいはい、お願いします。最近ね、クレジット何買ったんですか。今集中してるから。クレジット何買ったんですか。なんか買ってないですね。この T シャツは楽天ポイントで買ったって言ってました。どうなんですか。そうです。楽天ポイント貯めてる。ザスパの T シャツなんで。もうね、今も売ってるんですよね。J リーグとコラボしてね、ザスパも売ってるんでね。ぜひチケット買った後は。楽天ポイントで T シャツも買ってみてください。ウィッグ機能入れてで、セキュリティコードは裏面に入れて、はい、で次に進んで買って、で確認ですね、これクレジットコードの支払いで注意事項、これね、はい、注意事項たくさん書いてあるんで、ちゃんと目を通してください、はい、早いね、読むの、読むのは早いから速読してますね、清水さんはね、4463、うん、体温だったり、そう、マスクしてねとか、うん、そういうのが書いてあるんで、はいはいはい、しっかり読んでね、はい、感染の、はい、ところとかも読んで、普段僕あんま読まないですよね。そうなの、はい、これ全部読めてるから、ここしっかり読んでけど、ちゃんと読んでください、皆さんは、はい、スクロールしていって、はい、はい、スクロールしていって、でまたスクロールしていく、はい、もう早くなっちゃったよ、ちょっと早く読んでくださいね、なるほどね、うん、そういうことね、理解して、はい、最後以上、うん、でまたスクロールしていく、はい、スクロールしていってください、まあいろいろ大事なこと書いてあるんで、本当にプライバシーとか、はい、とはい、全部読み終わったかな、読み終わったらチェックマークつけて、はい、チェックつけて購入確定する、皆さんちゃんと読んでくださいね、実際に書いてるかな、じゃあ、はい、購入完了、買えましたね、確認する、はい、確認
よし、これで OK。 おー、かっこいい。使えてますね、自由席、ホーム自由席、愛媛線、OK。 できました。購入までできました。皆さんどうですか、購入まで行けましたか。はい、では実際にね、チケットを買えたんですけど、でそのチケットを使ってどうやって、スタジアムに入っていくかっていうのを今から説明します。スタジアムにはね、ゲートにこういうのが、機械が置いてあるんで、そこに先ほど皆さんが買っていただいたチケットの QR コードを出していただいて、かざしていただくと、スタジアムに入れるようになっています。じゃあ今からちょっと QR コードを実際に出してください。はい、いつもの4本線、いつものソースメニューの4本線が入って、はい、4本線が入って、はい、でチケット一覧をして、でさっき買ったチケットがあると思うんで、はい、それを押してもらいます。で QR を発見、でその画面になりましたね。でその QR コードの画面が出たら、それを持ってスタジアムのここにかざしてもらいます。はい、これで入ります。これでスタジアムの中に入れるようになります。なるほどね、簡単でしょ。さすが詳しい。はい、もう誰でも簡単に入れるんでね、スタジアムにチケット買って、皆さんもぜひね、登録して一緒に、試合を楽しんでください。スタジアムに来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします、ね、はい、